ばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。やっほー、こんばんは。はい。アマクリクリちゃん、ショータッピ、タケトマクリプ、大阪ひろしパーティー、アサイリチミサカイハコシスコアラフルハウス、ヤスマル、サッチャン、サージカル、タクミ、ハマノリョウちゃん、ガレポンチのガリちゃん、カノ、こんばんは。広島県出身21歳のハイピコと橋本彩香です。15分しかやりませんので、よろしくお願いします。今日は青春ガールズ公園に出ました。出ました。青春ガールズ公園に出ましたよ。以上、以上です。まあ今日はえなちゃんの生誕祭でしたね。今日はですね、もともと出る予定はなかったのですが、急遽昨日出ることが決まってですね、出ました。出ました。そう、今日は初めてね。まあでもね、急遽当日とかじゃないんで、まだ前日なのでね、全然大したことないんですけど、まあもともとはね、出る予定がなかったんですけど、出ましたね。そう、でも2個のポジションができるのでね、そっちの片方の方だったのでそうです、そっちを出ましたね。久しぶりでした。最近はもともと入ってたポジションがあって、そこじゃないところを最近はやっていたのでですね、でももう一つのポジションもできるから、そこに出ましたね。出ました。そしてユニットはですね、今日久しぶりの禁じられた2人で、最近ねずっと雨の動物園が多かったので、最近はね、そう、多かったんです。禁には久しぶりでしたね。非常に久しぶりでした。そして今日は禁じられた2人の姉ちゃんをしてね、今日は相手がねミッさんでしたので、ね、大丈夫かなと思ってね、ミッさんのお姉ちゃん役は大丈夫かな、できるかなと、そう思っていたんですが、すごいね、今日も楽しくできたのでよかったなと思いますそう、これで私がペアを組んだのは最初のえなちゃんとおつまこと、あとミッさんの3人ですね。今日はミッさんが3人目の女でしたそうです。そして今日はあれですね、もともと出る予定ではなかったのですね、なかったのでですね、もう私のことをね、こう目的に応募したっていう方はねいなかったと思うんですけど、そういう方もね、すごいね、途中からサイリウムの色をポチポチってね変えてくださったりとかしてね、そう、近隣の時はね、近隣の時だけ、他はねもちろんえなちゃんのね一色で素晴らしくすごい景色だったんですけど、そう、近隣の時だけは後ろの方とかもねポチポチと紫に変えてくださっていて、ありがたいなと思いましたすごくね、ありがたいなという気持ちにでいっぱいでしたね。ありがとうございます。あがいてありがとうございます。そう、そして今日入ったポジションはシンデレラがマイク持ちだったりとかですね、結構ね緊張ポイントがたくさんあったんですけど、すごく楽しいですね。そして何よりもえなちゃんの生誕祭にね出れると思ってなかったので、まあ急ではあったんですけど、出ることができてよかったなと思いました。そしてゆっちはね出れなかった分、ゆっちの分もねしっかりと気持ちをゆっちの分まで乗せて、2人分乗せて
頑張りました。ハグ最高でした。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。すごくでも楽しかったです。非常に楽しかったですね。やっぱり青が好きなのでですね、とてもそう青がすごい好きですね。公演めっちゃ好き。楽しかったし嬉しかったですね。よかったです、出れて。よかったです。なんだかんだ一番好きな公演かもしれないですね。まあ何度もやってるからっていうのもあるかもしれないんですけど、すごくね楽しい公演です。ありがとうございます。ひなちゃんの生誕はすごい素敵でした。本当にね出れてよかったなって思います。ありがとうございます。そう今日はそういうとこあるよね。もね今日ね新しいポジションでやったことがなかったところだったので緊張でした。あそしてね12人でやるそういうとこあるよねは初めてだったんですよ。そうこの前は青春ガールズ公演で初披露で17人でやってたんですけど、そうそうそう、で手をつなぎながら公演では16人なので16人でやって、12人バージョンのそういうとこあるよねは今日初めてで、ポジションがねもちろん今日はスクランブルだったので違ったところだったんですけど頑張りました。ありがとうございます。ぜひぜひ今日の12時にほぼいつも日付が変わるぐらいに DMM が上がるので、えなちゃんの生誕ぜひ見てほしいし、禁じられた2人ミさんと初めてだったのでぜひ見てほしいなと思います。滑り台する、そうですね、今まではそのシングルの曲しかやってなかったんですけど、滑り台からもね引き続きやっておるのでですね、最近の青春ガールズ公演はちょっとお得ですね。研究生ならではの感じですね。そう滑り台から聴けるっていうね、その公演にない曲を2曲聴けるのはすごいお得っていうか、研究成功だけでしかないので、今はすごいね楽しみだな。楽しかったです。楽しかったです。非常にありがとうございます。嬉しいです、嬉しいです。あとは何を話そうかな、別に話すことはないかな。お、今日誕生日でしたって、おめでとうございます、素晴らしい。今日はスクランブルしてありがとう、いやいやこちらこそありがとうございました。逆にありがとうっていう感じです。嬉しかったです。ありがとうございます、嬉しいです。今週は本当に生誕続きですね。ココナさんの生誕にミッさんの生誕に、エナちゃんの生誕に、全部出れて嬉しかったですね。コロイシ滑り台からそういうとこ体力的に、全然あのですね、そうなんですよ、そういうとこあるよね、意外に体力ね全然大丈夫なんですよね。そうそうそう、
フラストレーションの時は死ぬかと思った。転石からのフラストレーション本当に死ぬかと思いましたが、転石滑り台そういうとこはね意外とね全然大丈夫。フラストレーションがもう死ぬほど疲れたから、あれを経験しておけばなんかそういうとこあるよね、意外といけますね。わかんない、シンプルに体力がついただけなのかもしれませんが、そのフラストレーションがありえないぐらいきつかったので、そうそう、どの公演よりも転石からのフラストレーション一番きつかった。何よりも手をつなぎながら声も結構アンコール結構ね激しい感じなので、まあまあまあ疲れるんですけども、転石が何よりもう息ができない。スカッチさんフォローしました、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですね、非常にね、はいはいはい、非常に疲れましたね。頑張ってますね、だってありがとうございます。ふくらはぎも好きに、そうなんです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 よね、非常にね、そうなんですよね、これがこれがこれが今日は劇場でフェッピさんの禁じられた2人が見れてよかった、ありがとうございます。禁じはね楽しいですね、非常に非常に、ああでも楽しいんですけどね、全部。雨の動物園もねすごい楽しいですね、めちゃくちゃ。でも禁じられた2人も禁じられた2人で違う楽しさがあります。ガナちゃんとできてるのかな、頑張ってるけど頑張りますね、もっと。こんばんは、お疲れ様です、ペコリ、ありがとうございます。そういうとこある、そういうとこあるよね、意外とねきつくないんですよね、これが体力がついただけなのかもしれませんね、わかりません、体力がついただけなのかわかりません。そして今日は申し訳ないんですけど15分経ったら終わるのでそろそろ終わりますよ。そろそろ終わりの時間がやってまいりました。でも本当にありがとうございました。ぜひぜひ DMM 見てくださいね、よろしくお願いします。よろしくです、よろしくです、ありがとうございます。改めてスクラムありがとうございます。皆さんもたくさん寝て体力をつけましょう、そうしてください、皆さんたくさん寝てください、寝ることは素晴らしいことです、非常に非常に素晴らしいことです。やばい、もう結構疲れた、もうなんか頭が回らない、何を喋ろうかな。今日の前髪素敵、ありがとうございます。頭が回らないよ、頑張った。お、15分経過しました、284日連続配信中、ありがとうございます。あ、今日メール1通しか送ってないので送ります。そして今日は確か1月10日、明日はブログの日ですね、ちゃんと覚えている、ブログも書かなきゃ、メールも送らなきゃ、送ります。284日ありがとうございます。300日まであとちょっと、素晴らしい、ありがとうございます。あ、そして和食めんどころ相模さんの YouTube 見てくださいね、今月までに1万回を目指しましょう。そう、新しい回もねどんどんね出てくると思うので
ヨッピさんたちの出てる回すごいねって思われるように皆さんで再生してください。ということでランキングを読んで終わりたいと思います。13番魚編、12番マナ、11番キャン、10番ドリームパスポート、9番ひなっぴ、8番たけしさ、7番フート、6番パルク、5番ム、今日の4番は大阪ひろしさんですかき、3番ショータッピ、2番山かわいすぎる冬さん推し、1番ケンヨンパッチさんです。ありがとうございます。素晴らしい。わーい MC、 ありがとうございます。1802人の方ありがとうございました。ギフトくださった方、コメントくださった方、非常にありがとうございました。 STU48 の新曲見ました。はい、白石麻衣さん卒業悲しいですはい、 DMM 見てください。相模さんの YouTube 見てください。メール送ります。ブログ明日見てください。おやすみなさい。ヨッピさんでした。バイバイキーン。